はいどうも、お疲れ様です。クエポンです。ダンジョンオーフィアやっていきたいと思います。今回はね、粉砕ということでね、ここね、一応クリアしたんですけど、クリアした動画がね、撮れてなかったんで、こちらの方やっていきたいと思います。解禁がスピンブレードトラップということでね、まあ奇跡的にね、もう、撮れてない時にクリアしてしまうっていうね、マジで、もう、毎回撮ってたんですよ。撮ってたんですけど、なぜかね、その時だけ押してなかった。マジバカ、マジバカ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 って、もうマジで本当にもう、やまったとか思いながらね、撮り直しております。ということで、今回はこちら。こういう風な感じでどうだろうな。まあ、ここで、まあ、ルート制限をかけつつ、まあ、スピンブレードトラップを真ん中に置くと、おい、手だ。おい、手だよ。問題はね、こっからなんだ。まあ、こういう形でやっておき、ハープーンを置いておく。ハープーンを置くより、ここは厚めに置いた方がいいような気がするな。まあ、出てくる敵はね、このボルトで、タドメをパシュンと刺してやろうかというような感じなんですけども、どこがいいかな？こうか。これでいこうかな。んで、火炎コウモリの卵。あ、これやっぱやめとこう。プッシュトラップを置いて、ここに置きましょう。ここにね。形的にはこんな感じかな。で、お金が溜まってきたら同じように、こことここに配置して、入り口1、2とね。3からが入り口2の、左側ですね。こちらの攻撃がかなりきつくなってくるんですけど、ここまでなんとか持たしていこう。これでどうなんかな、こういう風なやり方すると、ちょっと弾の無駄になるような気がするな。こうやって見ると同じ敵にね、2つが稼働してしまったら一発で死ぬ場合はもったいないもんな。ちょっと待って、これどこ向いてるの、これ。ちょ、待ちいいな、待ちいいな。これそっちじゃないだろう、こっちやろう。ボルトトラップ、スパイクトラップは、結構ね、後の方で出てくる、回答を意識して、回答はね、すごく足速いんで、まあ、ここまで来るんで、この辺に3つ4つぐらい並べておけば、回答もとどめをさせるんじゃないかなと思うところですね。ここにボルトを厚めに置いておき、ダメージを稼ぐようにしたい。で、火炎コウモリ、まあ、コウモリの卵はたまり次第ここに置いていくような感じで、ここでね、敵の足止めに使っていきたいと思います。どこがいいかな、ここか。爪ここに下向けて打ったら一番当たるかな。まあ、このゲームのね、すごいところは、すごいところっていうか、まあ、難しいところは、まあ、トラップの配置にまず正解がないっていうところですよね。正解がないんで、これいかんな。こうすればいいっていうのがね、ない。なんで、まあ、このプレイヤーに
プレイヤーの数だけね、答えがあるというような感じですよ。なんで、本当、センスがなければね、まずクリアできないんじゃないかなと思う。本当、もうセンスがない、もう、この僕としてはかなり厳しいな、これ。でも、これ弾けてるんじゃないのか？あ、そうだ、忘れていた。ここに、こういった感じで、置いていく。そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。まあ、プッシュトラップで、ここ落としながら、ブレードトラップとコウモリに足止めをして、なおかつ、ボルトでね、この上下からの狙い撃ちで、やっていくというような感じだったと、そう思い出したぞ。そうだ。そうだったんだ。ボルトタップ910か、結構高いな。そっか、もう数は数やから、そういう、高くなったのか。貴族来い、貴族来てくれ。貴族よ、お金を持ってこっちへ来てくれ。オッケー。まあ、ボルトが強いな。来たぞ、騎士が来たぞ。騎士が来てからかなりね、厳しくなってくる、本当に。あいつが出てくると出てこないではね、大違いやな。オッケー。ちょっと回復。直しておこう、修理をしておこう。4はまだ来ないね、回答が。回答は来るな。5から1ですね。ウェーブ4で、回答が、6からは ?6 は来ない。入り口2からと7か。次からお金が貯まったらここにどんどんスパイクトラップの方を並べていきたいところ。貴族よ来てくれ。そして我にお金をくれ金をくれ、お金が欲しい。どこで8か。ここでね、落としきれたら別にね、いらないとは思うんやけど、まず落としきれないからね。まあ、怪盗はね、結構攻撃力が低いんで、まあ、足は速くても。んで、この扉を開けるのにかなり時間がかかるんじゃないかなと。で、かかるんで、その間にスパイクトラップでとどめを刺していくっていうような感じが望ましいかな。やっぱこれは騎士がね、思ったより落ちないね。プッシュトラップごときじゃもう落としきれんもんな。大丈夫、まだ大丈夫だ。もう今まで5、6回ここでね、死んだ経験があるからね。その経験を生かし、今回はパーフェクトいければいいと思う。マジでちょっとパーフェクトでいきたい。もうほんま腹立つわ。もうここでも何の変哲もないところやけど、もうだんだんね、こう難易度が上がってきてね、もう厳しい、もっと厳しい戦いになってきてるんじゃないかな。ここで回答が来ると。6で、まあ、もうまだ来てないやろ。大丈夫。あと1回爆発したら、お、抜けたな、1つ。多分これいらんかな。なくてもいいような気するな。オッケー。3つ目置きたいぞ、スパイクトラップ3つずつあればかなり違うはずや。
扉の前まで、扉まで来るのは大体ね、相手や、怪盗やからね。それ以外はここで死んでもらえたら、やっつけれたら、嬉しいな。7、7、7、ここ9まで来ると騎士が30体やからね、右左へ来るのが。30って、あの硬いやつが30体やろ。それは厳しいって。しかもね、この硬いやつは落とせばいいんですけど、落ちないからね、騎士重たいから。いけるぞ、いけるぞ。今回こそは、今回こそはいける。いけるような気がする。まずは、そういう感じね。オッケー。どうしよう。ハープーンを置いていく方がいいのか、ちょっと様子見た方がいいのか。どうしようかな。ちょっとなんかえらい、おとなしくなったな。戦士60。7、戦士75。いや、待って、これ、ボルトトラップここ置こうかな。ちょっとボケてたな、完全に。オッケー。その調子だ、その調子。その調子でやっていってくれ。いいぞ。もう、ここは本当に、今まではね、なんていう、スカッとした感じだったけど、ここはスカッとできない。もう、本当にストレスしか溜まってない。うわぁ、来た。騎士が来た。この騎士に対してのボルトはかなり効くぞ。そうだ、その調子だ。それでガンガン落としてってくれ、騎士を落としてくれ。かなりダメージが入ってるはず。で、どうしよう。ここに、スパイクドラップを置こうか。いや、待って、もう今までのこの経験がかなり生かされてるんじゃないのか。いい感じやろ。もう一個惜しかったな、ここに一つ惜しかった。大丈夫。コウモリをここに大量生産しておけ。はい、トロッコ来い。落とせ、トロッコ、炸裂してない。はい、そう、落としてない。トロッコで落ちてない。オッケー。やっぱダメージ結構入ってるね、こっちの人は。はい、バーン。あー、怖い。マジで怖い。おっと、コウモリちゃん頑張って。いけるか。待てよ。もう多分ね、俺入り口のね、ここはね、ええんだ。もう4つあったら怪盗かなり死ぬから。まあ、あとはここの騎士やな。次お金入ったら、もうでも、ほらな、貴族が来ないが、どうなる？どういう風にお金来るかな。ボルトトラップ1050が高いな、ボルトトラップ。怪盗お金持ってないのか？おっと、あそこでかなり削ってるね、怪盗の数が。いけるぞ。これはいけるぞ。マジでいけるやつかもしれん。ボルト、ボルト、ボルト、ボルト。来て、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 
いけるよし。3体ぐらいこっち抜けたところでお前らには何でもできんやろ。そこで死ね。ほらほら、よしよし、いける。これはマジでいける、マジでいける、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 いける。行ってくれ、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 本当に行ってくれ。いいぞ、抜けてきたところでだ。もうほら、ここ抜けんな、抜けれんなったもんな、やつら。待ってよ。どうしようかな。待て。なんかないのか、なんかないのか。もう少し。こことかに置いてしまう。コウモリを置くんだ。ブレードトラップするか。ブレードトラップ置いたらどうなるかな。ちょっと余裕が出てきたから、ちょっと置いてみようかな。ここに、はい。はい。これ意味ある?意味ある?飛ばされたやつが、そこを、くる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 っとね。待て、これクリアできるって。マジでパーフェクトじゃないのか、これは。これはパーフェクトできるぞ。行くんだ。行ってくれ。マジで行け。これは完全にパーフェクトゲームできたらマジで嬉しいぞ。ここに敵なりの恨みをこの晴らすべき時が来たぞ。さあ、かなりの量やな、敵が。トロッコ突っ込んでブレードトラップでくるくる回って落ちろ。ほら落ちた。オッケー、落ちろ。落とせ。そうだ。わー。いけ。もう何がどうなんだよ、これ。これなんか、味方同士でなんか、なんていう、道を、あれ、し合ってるような感じがするんやけど。おっと、ファイナルウェーブじゃないか、これ。ファイナルウェーブやな。もう意味ある？なんかないような気するね。あんまりないような気がする。もうドワーフはもう完全にボルトでやっつけられたのね。ほら。抜けた敵も4つあったら怪盗はやっつけれる。4つやな。怪盗をやっつけるには4つのバイクトラップが必要。うん、本当に。ほら、4つあったらもう、扉の体力がマックスであればいけちゃうね。ああ、どうしようかな。なんかここにボルトとかも置いてみようかな。おっと、さあ君たちどうするのかな。ここに置いちゃうかな。ほら、コウモリとか置いちゃったりしたらどうする。ほら、先進めないよね。おっと、危ないな。ここにちょっと置いておこうか。パーフェクトゲームだ。パーフェクトゲームです。はい。ここはこんな感じで行きました。いや、マジで、本当辛かった。ここマジで一番今までで最高難易度や。もう何時間かかったかわからん。今日だけでも1時間半はかかるっていう、もう。ただ嬉しい。ただ嬉しいです。ほら、見たか。マジで。粉砕。ほんましんどかったわ。はい。ということで、今回は、まあ、こんな感じでね、もう今までで最高な人やないかなと思うようなところでした。あー、まあ、ほんま嬉しいわ。ルーン使っていけんのはもうしゃあない。もう、あそこはマジ難しかった。見た感じはね、そんな難しいところじゃなかったけどね。まあ、僕はあんな感じで、クリアしました。なんか他にもね、こういう風にやったらいいよっていうようなところ、まあ、やり方等があればね、ぜひ教えてもらいたいです。で、まあ、罠の配置、まあ、トラップの配置とかも、おすすめがあればね、ぜひ教えてもらいたい。この先、もう本当ね、まあ多分、どれくらいまだ半分ぐらいしか行ってないんちゃうんかな。さらにね、もう苦戦してくると思います。もっと強い敵も、敵のユニットが出てきたり、まあ罠もね、もちろん強くなるとは思うんですけど。で、
よりよくね、まあよりよくっておかしな言い方が、まあ、気持ちよくこのゲームを進めることができるように、ぜひアドバイスください。ということで、今回はここまで。それでは、グダグダ実況ご視聴ありがとうございました。これからもグダグダやっていきますので、チャンネル登録お願いします。ろくにつぶやかないツイッターもよろしかったらフォローお願いします。それでは、エンジョイゲームズ。まったねー。